お疲れ様でした。合わせろ合わせろ、よかった。うわやば、うわ、ありがとう、次は負けない。うわいいな。乗れないって、もうどこに乗んの俺。うわ、なんかこの一枚でやばい。よし、でこのさ、ガーディ強いらしい。翡翠ウィンディってやつらしいね、翡翠系で。ちょっとストーリー進める前にだ、あっちもやってしまおう。ネアとビリオ、こいつもなんとかやっとこうか。で来たけども、ここか。あ、いた、いた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 。嫌がった嫌がった。お前らこんなとこ、ここよりさ、まあ、まあ、ここも綺麗か。下から見た方が綺麗だぜ。よいしょ、どうも、あなたから話そうか。あ、普通に二人同時でいいんだ。どうも、お二人さん、俺前から話しかけた気がするんだけど。おおおおおおお、どちらの、何、これが噂に聞くパルデア実景の一つ。これすっげえ滝だけども。そうだよネアちゃん、乱れ月の滝だよ。そうだね、綺麗だよねこれ。想像してたのよりしょぼい滝ざ。お前滝壺に落とす。なんだよその顔。でもしょぼいながらもマイナス品を感じるザマスは。さすがネアちゃん、いつだって前向きレディ。怪我すな、パルデア実景を。マイナスイオンに加えてセレブイオンまで漂ってるよ。セブンイレブンしか漂ってねえ。まさに癒し系セレブ、ヒューヒュー。俺の名前呼ぼうとしてる。ビリオ、真実をありがとうございます。まあ見れば、見てわかるものもあるからね、こうやってね。来るのって大事だよな、こうやって。あら、いつぞやの庶民の方。本当だ、あれは間違いなく五つ矢の庶民だね。庶民庶民、うるせえな。偶然か運命か、はたまたセレブイオンに吸い寄せられたのかな。おおお、ようござんす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 な。人々に夢を与えるのが私たちセレブの務め。すなわちこちらの品を差し上げるざますよ。え、大きな、お、ありがとう。ヒューが大きな心情を覚えた。え、いいざますか庶民の方。お金とはマイナス4のようなもの。囲まれていれば安定と安らぎを与えてくれるざますが、でもそうして得られた幸せは本当にあるかどうかわからないざます。ふ、深い、この間には深すぎよ姉ちゃん。そうだけど、大きな真珠って2万円、いやもっと高値で売れなかった。あれ、それ 15? え、さてビリオ、私名所でも何でもない偏僻な場所に行きたいさます。ヒュー、名所行きすぎて開けてる。ネアちゃんセレブの鏡だね。南5万エリアと南1番エリアの境目にいいところがあるんだよ。え、どこよ。え、南5番と南1番の境。おーい、どこいた。おい、あ、でも大したことねえじゃん。それだったら推薦のかけらぐらいもらいたかったな。あの二人さん、本当にいないんだけど、どこにいんの。あれ、あれれれ、ここら辺だと思うんだけどな。南一番と南五番の境目。あいつらマジでどこだよ。お前ら、本当に今探すの大変だったぞ。おい、おい、めら、かなり今探したぞ。2、30分探したぞ、今。はい。おおほほほほほい。ようやく見つけたよ、めら。見事に。見どころも何もない場所ざますね。言ってやんな、こういう場所がいいんじゃねえか。こういうのを求めていったざます。ありがとうざます、ビリオ。やったね、ネアちゃんが喜んでくれることが幸せだよ。
この土地を買い取って事業を起こすのも悪くないぞ。ええー、買い取るの？あら、毎度の庶民の方、毎度の庶民、どうも毎度の庶民の方です。でも250万円所持金で持ってる庶民です。庶民ですけども。本当だ。あれは間違いなく毎度の庶民、毎度の庶民って名前やめれ。俺の名前聞け。姉ちゃんのカリスマ性はいつだって人々を引き寄せちゃうんだ。おおほほ、ようござんす、ようござんす、ようござんすな。人々に夢を与えるのが私たちセレブの務め。すなわちこちらの品を差し上げるざますよ。金の玉。あ、まあありがたいけど、紀州が金の玉をお宝ポケットにしまった。ありがとう。いいざますか、庶民の方。お金とは何もない場所にこそあるもの。可能性はいつだってブルーオーシャンざます。よし、閉める。ここに閉める。金券だよ。うるせえ。ヨガの後に飲む左右のように。ヨガの後に飲む左右、割と大事だ。そうだな。さて、ビリオ。私、北上の里で、フルーツでも食したいざます。ヒュー、この前行ったばかりの旅先にまた行く。姉ちゃん、セレブの鏡だね。僕の手絞りアップルジュース、たくさん飲ませてあげるね。手絞りアップルジュースはあんまり美味しくないと思うけど、ミキサーにかけなさい。あれじゃん、握力強い人がやるみたいな、ああいうのあんまり飲みたくないからね。うん、あ、いた。いた。どうも、金持ちども。来たぜ。雨めっちゃ降ってるけど、おおほほおおほほ、雨めっちゃ降ってるざます。あ、死ぬほど雨降ってる。見るを見るざます。なんて素敵な植木鉢。植木鉢ってよ、お前。姉ちゃん、これ果樹園だよ。君には植木鉢に見えるかもだけど、いや、お前らの食ってる食べ物は全部ここら辺で疲れたもんだからな。嘘でしょ、これが果樹の園。なんてつつましいの。こんなつつましいとこで頑張ってんだよ人間は。ビリオ、訂正をありがとうございます。いいってことを、庶民の生態はまだ謎が多いからね。庶民の生態、お前ら切り身で海を泳いでると思ってんのか。さては。ああ、庶民なんて不思議な存在、いつだって私の胸を高鳴らせる。あら、噂をすればおなじみの庶民の方。おなじみの庶民の方、本当であれば間違いなくおなじみの庶民だ。うえ、私もっと庶民のこと知りたい、お近づきになりたいざます。なりたいやつのセリフじゃね。であるからして、私と再度決闘してくれないざますか。いいよ別に。で、出た、姉ちゃんの趣味。戦うことで相手のことを知るやつ。知らん、お前の趣味とか知らんけども。ちまってな。ほっほっほ、覚悟を決めたら庶民の方からお誘い遊ばせ。別にいいよ、いつでもやるぜ。てか、お前ら何者なん。私との決闘を受けてくださるざますね。あいよ、パルディアエステ、エステート社長ねえや。庶民をぶっつけざます、ぶっ潰すざますよ。ヒュヒュー、頑張ったね、ねえちゃん。俺こそセレブをぶっ潰して金をもぎり取ってやるぜ。何体出てくんだろう今度は。あれ、あ、びっくりした、全然つまらないからびっくりした。仕掛けてきたぜ、ねえや。ペルシアンだね、またかい、お前。いけ、ラスン、ゴルダイ。で、おめえは通り返す。え、痛いじゃん、弱いじゃん。65レベルで、お前。それだけ。ムーフォース一撃ぞ、終わりでーす。ええ。お前、お前それだけ、お前それだけな。あたくしったら負けセレブ、負けセレブ。あ、3万4000ありがとう。お金は嬉しい、お金は嬉しいのだが、またしても負けざます。あなた一体何者ざますか。え、僕あのいろいろやった人。いろいろやった人なんだけども。ねえビリオ、庶民はみんなポケモン強いの、それともこの方が特別。ねえあちゃん、あの庶民はきっと選ばれし庶民にしかない、持ってない、持てない、ハングリー精神を持っているんだよ。そういうこと。お前バッチとか持ってるかのね。はあ、じゃねえよ。ハングリー精神、セレブには一生持てないという、あの、いやセレブも持ってると思うけどな、ある程度は。
道理で勝てないはずだます。私目からお団子真珠、お団子真珠出てきちゃった、お団子真珠出てきちゃったよ。真珠の話をしたら私水辺に行きたくなったぞます。さてビリオ、私今すぐパルデアまた行くんかい。一番大きな水辺を見たいぞます。了解でございます。ひゅう、好奇心はいつだって突然なんだ。ニアちゃんセレブの鏡だね。後半の島で血糖疲れをリラクゼーションと行こうか。俺に別れの挨拶ぐらいせ。また追いかけるか、セレブ。金もらえるし。またいたぜ。わかりづれえつの。わかりづれえつのおめら。もう、見つけたよ、頑張って。どうも。おおほほ、おおほほほ。見てビリオ、水たまりがあるざます。水たまりじゃないざますよ、これ。ねえやちゃん、これ湖だよ。パルデアで一番大きい。有名な王者の湖さ。これが湖、百歩譲って池でなく。ま、ほんとに、宮殿育ちか。ねえビリオ、池と湖はどこが違うんざますか？大きさだよ、大きさ。わからないよね、ネアちゃん。僕たちセレブの価値観は、一般よりだいぶザルだから。滝すら知らなかったもんな。あら？いつもの庶民の方。本当であれば間違いなくいつもの庶民だね。なんか庶民、いつもの庶民、毎回、毎度おなじみだのなんだのって、毎回庶民だな、庶民に変わりはねえんだな、俺は。時に庶民の方、池と湖の違いをご存知でますか？大きさ。大きさだよ。面積で面積。なるほど、さすが庶民。一般的な知識に詳しいざますね。学校出とけ、お前。学校ぐらい出とけ。与えられたら与え返すのが私たちセレブの務め。すなわち、こちらの品を差し上げるざますよ。お団子真珠、あ、10個、10個か。ちょっとケチったの、こいつ。いいざますか？庶民の方、幸せとは、水辺のようなもの。考え方次第で水たまりにも池にも湖にもなるんざますよ。なんか深いこと言ってる気がするが。さすがねえちゃん。今教わった知識を早速本人に披露するなんて。さてビリオ、あ、間違えた。さてビリオ、私我が社のようにホワイトな山に登ってみたいざます。ヒュー、パルデアエステートはなんだかんだホワイトな企業だし、ねえちゃんセレブの鏡だね。雪山で氷ポケモン見ながらジェラートでも味わおうよ。雪山、この上か。雪山かなり広いんだけど。え？はあ、蜃気楼か。いや違う。わかんねえよこんなん。どうやったらこんな場所わかんだってんの。もう頑張って探したぞ。めっちゃ無口になって探してたぞ。おおほほ、おおほほほ、おい、見渡す限り白銀の世界、本当におっつざわすねえ。頑張った、俺頑張った。そうだね、ネアちゃんが用意してくれてこの服を着てれば寒さもへっちゃらあったかいよ。だね、最高級の生地を使ってる最高級のブランドのものざますからね。もはやこの服を着ずに登山してる人がかわいそうだよ。俺だよ俺。あら、お約束の庶民の方。本当であれば間違いなくお約束の庶民だね。いやいや、ねえちゃん見てよ、庶民の服の生地の薄さを。まあなんてペラペラな生地なんざんしょ。なんだったら俺ジンベエだからね、これ。ねえビリオ、庶民は寒さに強いのかしら。寒さに強くねえよ。わからない、わからないけど、庶民の間ではお金がないことを懐が寒いと言うらしいよ。だから寒さには慣れてるのかな。ビリオ、あなたって本当に白色ねえ、ゴールデンネア賞受賞ざます。お前ら教養がねえぞ、大丈夫か。やったー、
困ってる庶民には手を差し伸べる、それが私たちセレブの務め。こちらの品を差し上げるから頑張ってさますよ、しのぐざますよ。何くれんの？まあ、金にはなる、金にはなるけど、でもこんな場所で金はいらねえって。まあいや、まあ、もらえるもんはもらっとくけど、いいざますか庶民の方。手が冷たい人は心が温かい、そんなのはマジで迷信ざます。そのことを決して忘れてはいけないざます。なんでこのことだけを忘れちゃいけない、そんなに深いこと言ってない。さすが姉ちゃん、だんだん金言が適当に。ほんとね、見てこの遠い目、寒いからじゃないの、肩出しちゃってるからね。寒いでしょ普通。さてビリオ、私たちの休暇もそろそろ終わり。え、マジで？ラストの締めくくりにパルデアの地方、パルデアちゃんの、え、ど真ん中、え、見下ろしに行きたいざます。え、行くの？ヒュー、すごい場所でも上から見下ろす。姉ちゃんセレブの鏡だね。大穴の中入れないかもだけど、一応リーグに申請しておくね。え、行っちゃうの？いや、行けないでしょうよ。いや、見下ろすっつってたからさ、多分なんだけど、この岩山のさ、俺が昔ここをめちゃくちゃ走り回ってたけど、この外壁の上にいるんじゃね？うわ、すげえ。あ、月が綺麗だな、ジル。やべえ、やべえ、落ちる落ちる。よいしょ。ああ、いた！もう、半分ぐらい回ってきたぞ。遠かった。おめえら、遠いじゃねえかよ。なんでこんなとこにいんだよ。もう、頑張った。遠かった。おおおおおおお、どうしちゃってだよ。これがパルデアのど真ん中、なんて大きな穴なんだんしょう。そうだよ、ネアちゃん。これこそがパルデアの大穴さ。大穴だ。ビリオ、私の探求心がめくるめくアドベンチャー。めっちゃ雨降ってきてる。早速、中へとさ、不合ざますよ。ダメだよ、ネアちゃん。穴の中、立ち入り禁止さ。俺は言っていいけどね。申請したけどダメだったよ。なんですって、セレブでもダメざますか。ああ、ちゃんとしっかりしてる組織だな。お金積めば何とでもなる組織じゃねえんだ、ポケモンリーグ。セレブでもダメなんだよ。めっちゃ雷に雷鳴光ってたけどな。せっかくの旅のラストなのに、セレブでもダメなことがまさかこの世にあるな。いや、セレブでも雨は降るもん、旅のラストに。めっちゃ雨降っても、あら、草連の庶民の方。本当だ、あれは間違いなく草連の庶民だね。まあ本当に草連だな。どうも、刀剣に庶民の方はこの大穴入ったことあるざますか？あります、入ったことあるよ。いいとこだったよ。今なんと、このセレブを差し置いて庶民が穴へと、さあ不合、さあ不合ってなんだよ。だとすれば私たち決闘するしかありない。やよくわかんないけど、で、出た、姉ちゃんの趣味、やぶから傲慢だり決闘のやつ。いや、もうよくわかんないけど、ここでは何ざますから、下へ降りるざますよ。え、下へ降り、どこでやるざます。めっちゃ雨降ってたざますけど、雨って止むざますか。全然止まないざますね。雨めちゃくちゃ降ってるざますけど、吹きすさんでるけど。ほほ、覚悟を決めたら庶民の方からお誘い遊ばせ、ありがとうございます。ではやりまする。南3番エリアか、ここ来たぜ。私との ラスト決闘を受けてくださるざま、やるぜ。パルデアステート社長ね、庶民をぶっ潰すざますよ。やってやるざます。行くぜ。お前何体出てくるの？え、これでさ、またオリーバーでしてきた。あ、ちょっとは成長した。ただその程度俺らを輪に出てるかどうかでは何も言えなかったから、いや、何も言えなかった。その程度で俺に勝てると思ってたら、お、いやいやいや、地味に耐えたね。あ、グラフィーやってる。いや、でもよ、それでもよ、終わりだぜ。お前の命運ここで尽きるぜ。あ、回復はした。ただよ、おしめだ、ルンフォース。なんかここもなんかあれかな、施し受けてんのかな俺。俺セレブの、あ、なんか俺セレブの施し受けてる。あれ、俺施されてる、もしかして。ペルシアン、毎度おなじみ。レベルはちょっと上がったね。ムーンフォース、猫騙された、猫騙されたけど。あ、ひるんで技が出ない。え、
嘘。あれ、ドリンキスは、あ、切り裂かれてるね。ドリンキスは、あ、来た。あー、よかった、これは来る。多分同じやつはいけないんだよね。いいよいいよいいよ、体力吸い取った。で、お次は、ま、もう一回ドレインキスだ。切り裂かれるけど大丈夫。さあ行くぜ、チュッチュッ。オッケー、これが庶民のキスだ。庶民のキスの味はどうだい。体力吸い取ったぜ、どや。さあ倒しきった、どうよ。セレブのネアとの勝負勝ったぜ。あ、賞賛の拍手、乾杯ざますね。7万円ももらえちゃった、すっげえ金。え、破産しないよなこれで。すごい、まあでも7万円だからな。セレブからして7万円なんてもうカスだもんな。あたくし冷静になってやっとわかったざます。どうしたの。セレブも庶民も同じ人間、そこに垣根なんてないざます。ようやくそれに気づけたか。どうしてこんな簡単なことに今まで気づかなかったのかしら。学校行かなかったんじゃないか。あたくし穴恥ずかしくて、穴があったら入りたい。いやー、そこの穴に入んなよお前。いや、穴には入れないざますけど。あ、入れないもんな、そうだな。ネアちゃん、あなたはきっとこのことを教えてくれるためにあたくしたちを追ってきたざますね。いや、そういうわけじゃない、ごめんごめん、俺の浅ましい考えで。お金がただ欲しかっただけなんだ。ああ、はい、そうです。皆まで言わずともいいざますよ。あれ、バレてるか、これもしかして。感謝してもしきれないざますが、せめてこちらの品を受け取ってくださる。あ、でかい金の、ああああ、ありがとう。セレブカバーを手に入れた。何、さてビリオ、私この旅で成長したざます。心機一転、明日から社長業ビシバシ働くざますよ。ヒュー、失敗からもう学びはいる。ネアちゃんセレブの鏡だね。もうセレブでしかねえよ。ついでに趣味の君にもエモートという学びをプレゼントさ。え、なんてこったエモート、ありがとう。なんてこったエモート。それではアディオス、アディオス。あの人たち何だったんだろう。起業家さんだった。え、どんなエモート。あ、これ割とあり、割とありだけど、割とありだけども、セレブの施しがこれか。この二人、これもやってなかったべ。いつも一緒でラブラブなポケモン見つけたの。多分ボックスの中にいるんじゃない。だって俺捕まえてないポケモンの方が少ないもん。あれ、あ、え、あ、いけた。なんだ、ワッカネズミ。いつも一緒の仲良しカップル2匹セットでラブラブ。ああ、いい、これでよかったの。犬のね、ポケモン界にも私たちみたいなラブラブが。見せつけてくれ、ありがとう。俺にエモート、エモート、 ありがとう。ハート右エモート、あ、マジ左エモート。あんだよ、うわ、最高じゃん。え、マジで。あ、なるほど。あ、二人で合わせてやろうねって感じか。おお、あ、最高じゃねえか、最高じゃねえか、これ。いいエモートもらったけど、やる相手がいない。